とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワー報酬で、ポロッとこれが出てきましたけども、使いやすいかな、どうだろう。守護者ですね。弓のダメージとしては、2番目に強いやつだね。サブリューイングの次にダメージを出せるやつになってます。で、一応、クールダウン編成はできる。で、真ん中が、オーバーチャージがついてるんだよね。サブリューイングはオーバーチャージでものすごく強かったんだけども、使い道があるかどうかちょっと微妙なので、ちょっと今日これ使ってみます。強いのかな？それでは、行きましょうか。矢が52本。ちょっと少ないな。サブリューイングを装備した場合が、26。あ、サブリューイングの倍はあるんだね。倍は一応ありますけども、どうだろう。とりあえず、エンチャつけましょうか。クールダウンショット、ロールチャージに、オーバーチャージ。だね。オーバーチャージどれぐらいダメージ出るだろうね。ま、とりあえず、見てみます。あ、ちょっと待って待って。俺装備間違えてるわ。一応、カバンをつけていきましょうか。カバンで、どれぐらいのダメージを出していけるか。あ、だったらばもう、イカじゃなくていいよね。イカじゃなくって、耐久力があるやつでいい。フルメタルとかでいきますか。ああ、まあ、使えるよ。使える、使える。うん。使ってはいけるけども、やっぱり、そうね。波っていう感じだね。波の強さ。うん。普通のね、カバンビルドと変わりはありませんね。やっぱカバンをやっていくっていうのであれば、連射力があるやつの方がね、強いんだわな。うん。でもまあ、全然使っていけるよ。全然大丈夫。うん。道中はまあ、こういう感じで戦っていって、で、ボス戦だね、問題は。あ、いやいや、矢がね、矢が少ない。これ矢が足りるか？ちょっと矢が不安になって、てくるレベルだね。あー、やっぱりね、矢の数が若干少ないかな。もうちょっと欲しいところですね。では、問題のオーバーチャージだね。どれぐらいダメージ出せるんだろうか。矢29本まで回復しました。一応ドラだけ使わせてもらおうかな。ドラを入れた状態で、行ってみよう。あー、こんなもんか。まあ、悪くはないんだけども、むちゃくちゃ強いっていうわけでもないね。そうか。ならば、サブリューイングの方の、クールダウン編成の方がマシか。やっぱりね、このオーバーチャージでものすげえ火力出せるっていうのが強みだったんだよね。うん、全部が中途半端になるね。サブリューイングだとワンパンができるぐらいの火力が出せる。でも、こっちの方だったらワンパンもできないし、道中でカバンがめちゃくちゃ強いわけでもないので、これ微妙だな。微妙です。もう使わないかな。はい。まあ、とりあえず今日はね、ちょっと守護者の弓の良さそうなのが出たんで使ってみましたけども、向いてない。良くなかった。どっちかにしたがいいね。装備は、その時その時に変えればいいので、万能型みたいなのを、探さなくてもいいのかな。とりあえず、カバン用としては、
並みぐらいの強さです。ただボス戦で使おうとすると、他のに劣ってしまうっていう感じですね。あまりよろしくなかったです、守護者の弓。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。